はい、皆さんこんにちは、ゴルフタッドです。私はブログを書いていましてですね、そこの記事で、プロジェクト56ということで、56歳だけどヘッドスピード56メートルで振って300ヤード飛ばしたいというような連載を書いていたのですが、まあ、一応ですね、完結を見ましたので、一本動画にしてみました。はで、結果なんですけど、302ヤードなんとか出すことができました。はい、それでですね、ちょっとこれ振り返ってみますとですね、まあ、私はですね、ちょっと3年ぐらいゴルフやってなくって、まあ、今年から再開しましたと。まあ、ちょっと原点に戻ろうということで、じゃあもう、昔みたいにですね、まあ、長尺振り回した頃に戻りましょう。で、どうせだったら、まあ、300ヤード挑戦するかと。で、まあ、56歳なんだけど、まあ、ヘッドスピードも56メートルぐらい目指してみようかと。ということで、プロジェクト56と。ということで、勢いでですね、まあ、これ8月に始めたわけですね。はい、それでですね、でまずステップ1はですね、まあ、ヘッドスピードを上げないといけないんで、まあ、この、まあ、前弦荷重ドライバーとかですね。まあ、こんなやつですね。とかですね、まあ、このドレミファドリルとかですね。まあ、こんなのをですね、まあ、地道にやりましてですね、9月の15日に、やっと56が出たと。で、9月の27日に、まあ、これ1日、この時だけだったんですけど、まあ、一応 56.8 と 57.6 が出て、56は、まあ、素振りでユピテルですよ。ボールなしですよ。まあ、超えたんですけど、まあ、これでも3回ぐらいですね、これ。56超えたのは。まあ、ヘッドスピード的にはそれぐらいまでなんとか戻せたと。はい。でですね、10月にですね、ある機械で GC2 で測定しまして、で、この時にはですね、まあ、ドライバーをですね、まあ、10年前から使っている48インチの 7.5 度の TDX に戻したと。でですね、この時はですね、まあ、なんとか300ヤード行ってましたと。改善点としては、ランチアングル上げないとダメだなというのが、この時点ではありましたね。で、ここからですね、10月初頭からですね、打ち出し角度を上げる練習に入りました。はい、それでですね、まあ、10月24日にですね、まあ、こちらの前回の動画で、お伝えしましたようにですね、まあ、トラックマンで打ってみたところ、まあ、この時は295ヤードと。で、まあ、まあまあいけたんですけど、スピンがですね、まあ、ちょっと思ったより落ちてなくて、まあ、これをなんとかしなきゃいけないなということで、ランチを上げつつスピンを減らすという練習にここから入りました。はい、そしてですね、12月25日に打ってですね、まあ、この時ドライバー40球ぐらい打ってですね、実はこれ、最後の1球で、最後の1球でも1球だけ300ヤード超えました。という結果になったんですけど、ですね、まあ、考察で意外な結果っていうことですね、これなんでかっていうとですね、この、まあ、2ヶ月ぐらいかけて、こう散々高く打つっていう練習をしてたんですけど、まあ、実際はですね、この低いショットの方が飛んでたと。なんですけど、ですね、まあ、この半年間ぐらいですね、まあ、トラックマンとか私はもう散々研究しまして、もう膨大なですね、飛ばしに対する、知見をですね、蓄積しています。でですね、まあ、新世代弾道論ということで、これブログに書いたり、動画に上げたりしてるんですけど、まあ、ちょっとですね、その知見が、活かせてなかったと。で、まあ、これなんでできてないかっていうのも、これ理由はあるんですけど、で、まあ、この時はですね、まあ、まあ、要はアッパーに、アングルオブアタックを上げて打つんですけど、これうまくいかなかったんで、もっと横から当ててやれってなったら、いい当たりになって、まあ、たまたま一発だけ300ヤードを越したと。最新のですね、まあ、トラックマンとかの科学に基づいた、まあ、弾道路もいいんですけど、まあ、もうちょっと、基本に戻ってくださいよと。いうことでですね、まあ、まあ、半年間
頑張った私のところにサンタさんが来たのかなという結果になりました。まあ、結果的にですね、5月の240ヤードから最大なんですけど、300ヤードを超えました。で、ですね、これどうやって飛距離伸ばしたんですかっていうのはですね、またちょっと別の動画であげますので、興味がある方はご覧ください。はい、本日の動画以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。それではメリークリスマス。